シーカンのロータリートランペットロータリートランペットはトランペットの一種である。日本やアメリカなどで一般的なトランペットはピストンバルブ式であるが、ロータリートランペットはホルンなどに使われるロータリーバルブがついており、レバーを押して変音することによって演奏する。楽器の構え方は異なるが、運指はピストントランペットと同様である。ドイツ、オーストリアなどでよく使われる。 したがって、俗に、ドイツ館と呼ばれることがある。現在の日本においては、バルブトランペットが、ロータリートランペットよりも広く浸透しており、その結果まだまだ認知度が低い部類の楽器に入る。吹奏楽で用いるトランペットはもっぱら、コルネット同様、ピストンバルブで変音する、バルブトランペットである。今のところはオーケストラで、公共曲を演奏するときに使われることが多い。 丸みがあり、暖かく優しいトーンが魅力で、音は他の楽器とよく調和する。バルブとランペット同様、B 管や C 感、回、関東種類はたくさんある。この楽器の第一の特徴は、バルブとランペットと違い、オクターブキーが装着されているケースが多いことである。オクターブキーは一見外観は、ツバ抜きに似た印象を与える部品で、主観抜き差し管についている。 ハイ CAH に対応したものがついていることが多い。また、同じく主管抜き差し感についているツバ抜きは、ハイ B ーキーとして機能させることができる。ベルの直径、ボディの形状から、ドレスデンタイプ、キルンタイプ、ウィーンタイプに分類される。バルブトランペットとは違い、ベルクランツがある楽器が多いことも、ロータリートランペットの特徴であると言える。また、メーカーによっては、 マウスピースとシャンクが合わずにがたついたり、本来入るところまで入りきらないこともある。一般的なロータリートランペットは両手で保持しなければならず、ピストントランペットのように楽器を片手で保持しながら、もう一方の手でミュートを操作したり、その他のアクションを行ったりすることができない。この欠点を克服するために開発されたのが、眼視法音である。眼視法音は、 オーストリアのトランペット奏者トーマスガンシュが同国の楽器メーカーシャーゲルと共同で開発したものでピストントランペットと同様に片手で縦に保持してバルブ操作することができる。ガンシュ法音ではソノベルの独特の形状も目を引くようになっている。ありがとうございます。